はい、こんにちは、沖縄ババです。はい、えー、コンんがね、犬子ちゃんがここでね、ゆるゆるとしております。えー、皆さんね、何と言うのかねー。はい、えー、やっぱりそうかーっていうようなね、記事が出てきました。はい、えー、たまちゃんのね、暇つぶしさんからですね。はい、えー、例のあれ、はい、えー、字の民のね、はい、あの、あのね、 あの、衆ですね。衆のね、極々ですね。はい。えー、あれのね、こう、浸透ぶりですね。やっぱりと思いました。出てきました。はい。えー、ハニトラだそうです。ハニトラ。はい。えー、そういうことですね。いわゆるね。えー、まあ、真のジャさんがね。えー、色を仕掛けるということでございます。はい。 こういうのに簡単に引っかかるヌーポンの男どもですね。もう嫌になりました。はい。確かにね。えー、まあ、お銭銭だけではないだろうなとは思ってましたけど、ハニトラですよ、ハニトラ。はい。もう、呆れて物が言えません、えー。こういうこと言うのはあれなんですけど、奥さんかわいそうですね。はい。 えー、奥さんが気の毒です。分かってんでしょうかね奥さんはね。多分ね、えー、まあ、分かってて黙ってるっていうようなね、度量の多い、おっきい奥さんもいらっしゃるとは思いますけど、ね。そういうことでございます。そしてね、なんと、あの、まあ、知る人ぞ知るね。 プティのね、プティですね、プティはい、プティのね。はい、天使ちゃんですね。はい、プティの、えんえんのゼルゼルですね。あの事件にもちょっと絡みがあるみたいですよ。もう呆れて物が言え,言えません。まあ、なんて言うのかな。日本の男はね、こういうのに弱いっていうの、まあ、うすうすわかってましたけど、はい。なぜかっていうとね、私ほら、あバブルの時にね、 えー、まあ、一応ね、会社勤めというかね、やってましたから、はい、えー、まあ、上層部のね、えー、人間たちがね、はい、上層部の人間たちですね、いわゆる、こう、会社のね、トップクラスの人たちですね、はい、えー、その人たちだけで、慰安旅行と称して、研修旅行とかね、慰安旅行と称して、どこに行ってたか、はい、え別、ー、 人のね、ナムナムとかね、えー、タイとかに行ってね、はい、えー、いわゆるね、バージンですね、バージン。はい、バージンオイルのあのバージンです。バージンの女の子を買っていたというお話は非常に有名でございます。はい。もうね、もう本当にね、えー、 金とね、色だなと思います。色。はい。そういうことです。まともな人いませんよね、本当に。何なんでしょうね。はい。えー、もう、これ言ったら、あれなんですけど、なんでこう弱いんでしょうね。コロって言っちゃうんでしょうね。色の、色仕掛けに。ね。 まあ、色仕掛けはね、そこら中に仕掛けられてるみたいなんですけどね。えー、まあ、まぶちさんとかのね、えー、まあ、聞いてればわかると思います。はい。あの人は偉いですよね。あのー、一応断ってますからね。いろんなところで。はい。えー、そういうことでございますよ。もう、色でしたか色。色の方でしたかしかもね。しかもね。えー、もしかしたら、 ね。ピヨコちゃんをね、出しにしているという可能性も出てきましたよということです。はい。もう呆れて物が言えませんよ、私は。もうしっかりしてくださいよ、本当に。もうそんな、もうそんな引っかかるんじゃないよっていう感じ。本当にね。バカじゃなかろうかと思います、本当に。 腐ってますね。はい。多分ね、あの生まれ変わったらこういう人はあの人間ではないと思いますので、はい。えー、はい。まあ呆れてそのぐらいしかね、もう言い返せません。はい。もう呆れました。はい。そういうことですか。昔から変わってませんね。えー、バブルの頃にもそういう話はいっぱいありました。はい。えー、大企業のね、えー、上層部がね。<laughs> そのね、えー、研修旅行と称してね、何をしに行ってるかということですよ、はい。えー、まあ、これはね、いろんな週刊誌にもね、すっぱ抜かれたりしてたんで、えー、ご存知の方も多いと思います。未だにこの体質が改善されてないということですね。はい。もう、空いたお口がふか塞がりませんということです。あの、人間としてね、あの、節制ができない人間は、 はい。えー、ちょっと、あのー、うんって感じですからね。せ、節制っていうかね、まあ、自分をね、制することができない。自制できない人間ですね。はい。こういうのがあまりにも多いということです。はい。トッププーに、はい。はい。見かけの良さに騙されてはいけませんよということなんですね。はい。まあね。 あ、ほちゃうんかって思いました。本当に。はい。えー、とりあえずね、こちらの記事貼っときます。見に行ってください。まあ、そういうことですかっていうことです。いつの時代も同じですね。はい。それではまた、ちょっと飽きれがちな大ババからです。はい。えー、ごきげんよう、皆様。はい。はい。いいですね。ぷーぷー言ってますね。ね、かわいいですよね。 你。Yeah.